得た。得たとは、日本において、中世以前から見られる、身分制度の身分の一つである。日本仏教、神道における、汚れ関連から来た、汚れが多い仕事や、汚れ多いもの、罪人が行う制御の故障、非人身分の俗称とする説もあるが、それより古く、古代の非征服民族にして、占領を課せられた奴隷を起源と見る立場もある。 エたの明確な起点は明らかになっていない。逃亡農民に由来するという推測、比較加工などに従事する部民という説、中世の原稿に由来するという説、古代の非政府民族とする意見などがあるが、エたなどの被差別民の起源は一様ではなく、雑多な起源を持つ集団であったのかもしれないが、否認と違って、エたは職業に関わりなく親子代々承継されたとされる。 1885年、東京人類学会の会員であった、三國原八が、エタの風俗について、各地の報告を求め、各地からの非差別ブラ民に関する現象や、関係文献が集まったが、その多くは、非差別ブラ民を、日本人とは異なる、人種として捉え、その起源について論じるものであった。エタ差別は、平安時代までには始まったとされ、江戸時代に確立され、 古障は明治時代に廃止された。鎌倉時代までには奈良と京都に得た差別があったことが明らかになっている。江戸時代における身分について京都大学名誉教授長尾直弘によれば首都農工省の間に大きな身分的格差があるのであって農工省の3つについてはほぼ同列だと考えられている。これを平民あるいは平ら人として一括する意見もある。 その下にいわゆる、得た、否認と呼ばれた階層があった。大きな線、区別は、首都、濃厚省、濃厚省とその下の、得た、否認との間にあった、ということが、明らかになってきている。という。得たという言葉の文献上の書出は13世紀においてで、あり、天狗造史、1296年、永仁4年などに見られる。 江戸幕府の公文書には1644年、昭法元年以降に現れる。935年、上平五年に編纂された和名類受賞は、都市の君をめぐみ取り、絵取りとした上で、牛馬をほふり肉を取りた家系の餌とするのをなりと解説している。また、1275年、賢治元年に、北上佐根時に献上されたとされる名語記には、 河原の辺に重視で牛馬を食する人を得たと名付く、いかが得たは餌取りなり、得取りを得たと生けるなりと記されており、また同時期のゴミ袋には根本は餌取りという駅か、餌というは獅子村カの餌を言うなる餌とある。つまりもともとは鷹などを飼うための餌を取る職業を意味しており、それが転じて殺生を行うとするもの全般が、 えたと呼ばれるようになった。つまり、えたは、もともと、えとりであり、ゴミ袋にあるように、せんだら、すなわち、狩猟文化と密接な関係を持つ、異文化の人々を指したが、それが、えたと呼ばれるようになったというのであ。そして、汚れが多い仕事をするとして、えたという字を当てたとされる。字に、えったなどと名まって呼ばれることもあり、地域によっては、えった星などの故障もある。 2011年1月5日には、御書士柏、ら、水平社博物館にて韓国をテーマとする展示に、関わり、他を連呼する活動が行われ、これら一連の活動は水平社博物館前、差別外戦事件となった。エッタの制御は中世以降徐々に形成されたもので、制度としては、江戸幕府の下で確立した。鷹を使って鳥を捉えることは、 仁徳天皇の代からあり、また、大法令官制に、主、高塚さの規定があり、これに付随する、餌取りの由来もまた古く、ほふる者がこれに従事した。一方、演儀式には、イノシシジカの肉を天皇に供する規定があったが、仏教の接唱禁止の決まりから肉食を穢れた者と、みなす風が広まり、土砂を別視する風も広まった。彼らは、京都鴨川河原に小屋住まいをし、 との民のために専業に従事した。いわゆる河原社である。下鴨神社が河原の近くにあったので、その汚れの及ぶことを避けるために、縁起式には付近に、総督者の居住することを禁じた。乱総督は、避妊防止で、国史の厳しい中級に耐えかね、地方民が出家して、公民席から離脱したものである。三好清行は、今天下の民三分の二は、 ハゲ首の隣と述べた意見封じほどで、その一部が京都に来て、都社と共に河原社になった。当時は、両者の区別があったが、後に、同一視され、餌取り奉仕、エッパと呼ばれた。その職業には、都市清掃もあり、清人、と清めとも呼ばれた。ゴミ袋には、清めを得たといい、元は、餌取りで、乱草とも呼ばれ、千柄のことであるとあり、愛農省には、 河原の者のを得ったというとある。彼らはまたその居住地から、坂の者、三女の者とも呼ばれた。中でも、京都の清水坂の坂の者が有名であった。清水坂の坂の者は、祇園漢寿院に属して、井上人と呼ばれ、縁二次創兵出兵の際などその先手を務めた。各部落には、町がいて、その村落の警護にあたり、住民から報酬を受けた。これを調理防止といった。 調理には縄張りがあり、還元年間、清水坂の調理と奈良坂の調理とが諌かいを起こしたことがある。江戸時代には、平牛馬、土殺は禁止されていたの処理と重火の加工やまた、革製品の製造販売などの比較関係の仕事。これらは、武士の直属職人という位置づけもあった、経理、掘り、万太、山盤、水盤などの下級官僚的な仕事。 祭礼などでの清め役や各種芸能者の支配、芸人、芸能人を含む、草履、セッタ作りと、その販売、投資味などの製造販売、おさ、高度な専門的技術を要する食器の部品の製造販売、竹細工の製造販売など、多様な職業を家業として独占していた。また関東では、浅草段座絵門の下で非人身分を支配していた。 一口に、えたと言っても、日本の東西で、違いは大きいので注意が必要である。えたの原型は、奈良時代にはすでに存在していたようで、張馬国風土七713から715年、和道六年霊気元年に、慶太の記載が見られる。えた表記の初見は、鎌倉時代の天狗千二1296年、永任四年であり、 市場瓦に出て肉食しようとした天狗を、エタ同士が捕らえて、首をねじり殺したと書かれ、瓦で肉を扱い取りを取る同業の人物として描かれている。また、天狗の恐れるものの一つとして、エタの肝を切り、関節を挙げており、天狗に恐れられる存在であった。この集団は、室町時代あたりから差別の対象になっていたのだが、その差別は緩やかであり、しかも、 戦国時代には、比較上能が、軍需産業、比較は、鎧や、バグの取材料であったことから保護もされた。東日本の大名の中には、両国に得たに相当する、制御をする者がおらず、軍需生産のために、西国から得たに従事する者を呼び寄せ、両国に定住させ、比較生産に当たらせた例も、見られる。1500年、明王9年頃に成立したとされる、 七十一番職人歌合わせには十六番でいたかとともに読まれ、諸肌脱ぎ、即発、裸足で皮を舐めしている姿が描かれている。江戸時代になり、鎖国体制が確立すると、東南アジアからの皮製品の輸入が途絶え、深刻な皮不足が生じた。このため、比較原料としての平牛場は一段と重要になり、平牛場処理は厳しく統制されるとともに、格納村に、 エたが配置されて、比較原料の獲得にあたることになった。居住していたのは、村外れや川の川など、農業に適さない場所であったことが多い。川めな飯などの仕事が主であったため、当初は川田とも呼ばれていたが、やがて、エたという意象が定着化していく。川めな飯などの仕事は、かなりの匂いを発生させるため、その匂いを嫌い、 離れた場所に住まわせられる傾向があった。この傾向は中世ヨーロッパにおいても見られる。日本では、殺生を嫌う仏教と、血を汚れとして嫌う神道の両方の影響から、動物の死体を扱うことを意味しそうがあった。したがって、日本独自である。ただし、安倍金や、経理の社会史によると、中世ヨーロッパでは、動物の解体に携わる職業のものは、 ギルドの構成員とはされなかったとされている。関東に関しては、幕府は、調理党、断罪門、枝頭屋の断罪門に、その支配権を与え、制度を整備し、エタ及び、非人身分を間接支配した。比較の製造加工の権利を独占、実行は、否認が独占していたため、頭の屋の断罪門にもなると、かなりの富を得ており、 大臣旗元並みの格式と十万国の大名並みの財力と称され、武士や商人への金貸し業にも手を染めた。伊原才覚は日本永代蔵の中で、人知らねばとて、得た村へ腰をかがめと皮肉を込めて記している。商人、商人や職人は、御家人株の売買などによって身分を変えることができたが、得たの多くが非人身分であったためそのような行為はできなかった。 非人新聞とそれ以外では、火の貸し借りができない、否認は下駄を履いてはならないなど、社会的な差別も多々あった。エタは、居住地が地図に表示されないなどの差別を受けたとされているが、豊かなエタ村、エダ村で綿田畑を、農民、農土同様に耕し年貢も収めている例があるなど、一概には語れない。江戸時代を通じて、に限定された職種が保障されていたため、経済的には、 相当程度安定していた。寺受け制度による、人別帳による人口動態を見ると、江戸期を通じて、ほぼ順調に人口を増加させていることが多い。明治時代になって、身分解放令により、得たの交渉、非人新聞、刑罰、否認手下が廃止されたが、同時に、市牛場取得権、職業の独占も失ったため、経済的困窮に陥った例が多い。なお、 解放令は、地租改正、徴兵令、学生とともに、村受け制度が廃止され、当時の民衆からの強い反発を受けた。当時各地で発生した、明治政府反対一揆の中で、枝里、と枝村の打ち壊しを伴うものを解放令、反対一揆と呼ばせている。枝と同じように比較や、死体の処理をさせられる身分として、インドのアウトカースと、アチュートが挙げられる。こちらは、 業種がもっと多岐にわたっている上、法の上では、差別が禁止されている現在でも差別が続いており、アウトカースト集落の襲撃なども起きている。李氏朝鮮の白鳥も知られるが、こちらは、日韓併合による身分制度の廃止や朝鮮戦争混乱の影響による大規模な人口移動と戸籍等の記録の消滅により、階級を問わず、 大部分の人々の元の身分階級が不明となったため現在では白鳥出身と公開している人物はいないが差別意識は未だ存在し侮辱用語としても残っているまた個人差別はないものの白鳥の多かった地域への差別意識は強く韓国の地域対立の要因の一つとなっている楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください